バルちゃん、ハッピーニューイヤこんにちは、ちあこです。はい、1月2日、本日一発目のお仕事でございます。まあもうね、昨日から私は平常運転だったんですけれども、今シーズンも残すところあと半年といったところで、ここからがねちょっと長いんですけども、しっかりと踏ん張って頑張っていきたいと思います。まあ大晦日でね、私も夜更かしとか結構したので、また今日から元の食生活もそうですし、元の生活に戻れるようにまた生活リズムをね整えていかないといけません。まあ今日も普通にリハーサルもありますので、まあ、仕事染めの一日ということで、はい、楽しんで動画を見ていただけたら嬉しいです。それでは劇場仕事始めの一日、行ってみよう。お、明けおめ、明けおめことやろう。ということで、レッスンが終わりまして、2023年早々レオタードがまさかの被りました。イエーイ。すごいカラーのね。な、すごいカラーの。たまに被りますね。被ります。びっくりしました。みたいな、遠くからです。ゆうちゃん、今年も今シーズン半年。よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。明けましておめでとうございます。イエーイ。ハロー、エマニュエル。ハロー、ファンス。ハッピーニューイヤー。Feliz Año Nuevo. Uy. Thank you.
今年最初のレッスンとリハーサルが終わりました。今日はね、午後はありませんのでフリーです。イエーイ。でもその前にちょっとオンラインレッスンがありますので、こんな感じでスタンバっておりますので、ひとまずオンラインレッスン頑張りたいと思います。はい、ということで全部終わりましてね、私たちはこれからイーちゃんのお家におせちを呼ばれに行きまーす。イエーイ。なんか食べれるとほんまにな、嬉しい。イーちゃんのママはいつもおせちをね作らはるので、よくお裾分けしてもらっているんですが、今回も食べれるということで行きましょう。行きましょう。はい。わーい。すごい。すごいよ。イーちゃんありがとう。ありがとうございます。いちゃママありがとう。左から伊達巻き、エビ、これなんやろ、これはなんだ、これ初めて、カブ、カモ、カモ、あー、これが銀杏、このお肉なんだ、カモ、あ、カモ、おせちって意味があんのよな、全部な、うん、忘れちゃったけど、黒豆と栗きんとん、うん、で、こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく、わーい、見えてる、ありがとう、明けましておめでとう、と明けましたね、よろしくお願いします。乾杯。今年も何度も笑顔で、笑顔で聞こえましょう、うん、良きです、甘い、美味しい、美味しい、早速、早速お母さんがなんか全部ちょっと味がって言ってて、私伊達巻き行こう、お、なんか地方によってまたあれ違うんじゃない、おせちの盛り合わせとか、うん、そうかもしれない、うん、おいしい、めっちゃおいしい。2人はどうですか、2023年の抱負というか、うさぎちゃんの年、うさぎちゃんだからいや楽しいなれるように、もっとステップアップして、あとは笑顔に楽しく生きることかな、生きる、乾杯乾杯もう一回乾杯乾杯乾杯じゃあ今年はパワーアップして、パワーアップして頑張る楽しくやっていくしかないね、そうそう、でも自分で楽しくやるから、楽しく、そう、楽しくできるかできないかは自分次第、本当にそうですね、考え方次第とかも結構思うし、大好きなカモ行こう、あ、カモ、おいしい、おいしい、結構大丈夫かな、ピンク系、大好き、生系、生系、最高です、ママありがとう見て、見てるかな、ママありがとう、どっちですか、ウィーママ、ママもう本当に美味しいおせちをいただきまして、ちょっとね、今お買い物をしてお家に帰るところです。なんかまあ動画でもちょこちょこ言ってるんですけど、最近食べたいものがわからないというふうにね、なんか言ってるんですけど、なんかね、結構ね、最近これが悩みで、前までは、あ、あれも食べたい、これも食べたいって言って作り置きをしてたんですが、食べたいものがわかんないので、作り置きができなくて、さらせちゃったりとかしたら嫌なので、その時その時お肉焼いたり、とりあえず野菜切って食べたりとかっていうことをしていたんですが、やっぱりね、栄養が足りてないのか体調を崩しやすくなったりとかして、で実際ね、体調をこの間も崩したりしたんですけど、やっぱり食べるものっていうのは大事やなと思って、食べたくないから作らへんとか言ってないで、もうちゃんと作ろうと思って今日はちゃんと食材を買いました。また改めて2023年なのでまた作り置き頑張ろうと思います、ね、まあ、年末年始休みではあったんですけど、本当に土日が大晦日元旦っていう感じだったんで、いつもの土日の休みっていう感じで全然体の疲れがついてなくて、バキバキなんですけれども、最近はねホットタブの入浴剤を使って積極的にお風呂に入るようにしているので、なんかそんなんもあってか疲れっていうのがね、いつもよりはマシになっているかなという感じがします。お家に帰って
シャシャッと作れるものを作って、はい、それでお風呂に入りたいと思います。もう今日はですね、手始めに山芋焼きを作って、山芋のあえ物を作って、とりあえず終わろうかなと思います。この中身はですね、すった山芋とえのき細かく刻んだやつと、かつお節、昆布だし、あと醤油とかめんつゆとか入れました。こちらは今昆布だしと塩昆布とごま油入れただけですが、もうすでに美味しい。山芋美味しい。ではしっかりと混ぜ混ぜして焼いていきましょう。明日のお昼ご飯にでも持っていきましょうかね。でもあんまりこう作り置きしないで、まあお肉とかね、お野菜とか単体で焼いて食べますけど、やっぱりなんかね、恋しくなるものといえば、あの出汁の効いたスープとかなんですよね。だからやはりしっかり自炊をして、しっかりねしないとダメですね。激しく焼けております。いい感じ。山芋焼き、ぜひ皆さんもやってみてください。美味しいし簡単なので。できました。見た目めちゃくちゃ悪いですけど、まあまあまあ味は美味しいはず。おいしい。優勝でございます。うん、えのきがねコリコリしてものすごくいい味を出しているんですよ。この山芋焼きにはぜひえのきを入れてください。いや、もう眠くて目が開かなくなっているので、もうちょっとお風呂に入りたいと思います。それでは今日もゴッドタムの入浴剤使っていきますが、結構ね満パン入ってたんですけど、もうだんだん残り少なくなってきてます。元気に絨毯さんがブクブクしております。気持ちいい。お風呂に入って幸せと感じれるので、日本人でよかったなって思います。単純ですが、なんかお風呂に入りながらこう首をグリグリ自分の手でマッサージしたりとか、あとはふくらはぎとかをこう心臓に向かって下から上に下から上にっていう、ちょっとこういう感じでストレッチとかしたりして、いろいろここぞとばかりにねマッサージします。で、大晦日の日にヘラちゃんに2022年はどうやったっていう風に聞いたら、新しい自分が見つかったっていう風に言ってて、すごい自分のことを客観的に見れているなという風に感じまして、なんか私はそうやって振り返った時に自分のことを全然客観的に見れていないなと思って、なんかね、去年はまあ仕事の面に関しては、まあ、自分は強くあれたなと思っていて、まあ、前までと変わらないですけど必死にやってきて、こうバレエをしている本田千秋という別人格を作って、こう強くしっかりと気を持ってやってきて、でそれはね、まあ私的にはバレエをやっていく上では、まあ、そういう強い気持ちっていうのは大事なので、まあ、私はね気が弱いところがあるので、まあ、その面で、まあ、強く受けたっていうのはね、まあ、ある意味成長というか、まあ、よかったなと思いますし、まあでもそれ以外の仕事の時で、なんか前の自分ってどんな風にこういう時って考えてたのかなとか思ったりして、そんなもともと自信があるタイプではないんですけど、なんかさらにちょっと自信をなくしかけているというか、なんかもっともっと自分はこうしたいっていうのを強く持って、うん、なんかもっと自分の意見とかをねしっかり持って頑張っていきたいなっていうのは、はい、2023年のこれの目標ではあります。こうやって話してね、自分に対しての気づきとかっていうのが結構あったりするので、今あえていろんな人と話したりとかするようにしてるんですけど、まあ、これはいいことなんだなと思って、これからもね、あのどんどん意見交換というか、外国人は特に自分の意思というか、これはこうっていうのをねしっかり持ってるので、いろんなことね話していきたいなって思います。まあそんなこんなで今シーズンも残すところあと半年ですね。もうまだまだと言いますけれども、もうあっという間に過ぎると思いますので、怪我には気をつけて、皆さんこの半年私が無事にシーズン終われるように挑んでいってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。仕事ぞえの一日お疲れちゃんのいいねをぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.